ティエラデントロの石像ティエラデントロ国立考古公園はコロンビアのカウカ県に残る高校遺跡で先コロンブス期の文化的宝庫として1995年にはユネスコの世界遺産リストに登録された日本ではティエラデントロ国立遺跡公園とも訳されるティエラデントロは地下埋葬所や記念碑的な像が発見された高校遺跡で 考古学的に最も重要なのは、セゴビアの丘、商用生たちの丘、サン、アンドレスの丘、アボカドの丘である。この公園は考古学的な博物館であるとともに、民族学的な博物館であるとも言える。西暦千年よりも前に、その一帯には、農耕民族が暮らしていた。彼らの土器、金銀在庫、 石像などからは、サンアグスティンの人々に似た特色を読み取れる。サンアグスティン文化とティエラデントロ文化は、前者を後者が継承するという形で連続性が、存在していたとも言われ、ティエラデントロ文化が存在したのは、西暦8世紀から14世紀頃のことであった。それに対して、地下埋葬所はこの地域で、例外的なものである。それらは、 丘の頂上や山の中原に結集している。スペイン人たちはこの地をティエラデントロと名付けた。中の土地という意味で、この地が高い山々に囲まれた内陸部にあり、アクセスが困難であることに由来しているが、それと同時に、現地民たちがスペイン人たちをガンとして領地に入れさせようとしなかったことにも由来している。考古学者たちは、 約100の地下埋葬所を発見しており、放射性炭素年代測定法のおかげで、西暦600年から900年頃のものと判明している。先住民たちは、近隣との交易によって、経済的な余裕を持っていたとされ、墓地遺跡群の豪華さはそれによって裏付けられているとも言われている。地下埋葬所は縦穴で、墓室入り口までまっすぐな階段や螺旋階段がついている。 それらは砂岩を切り出したものである。墓室には壁画や付け柱が存在し、その数の高は、被葬者の生前の社会的地位と結びついていた。最大級の墓では、建物の天井は2本ないし3本の柱で、支えられている。墓室の壁、柱、天井はしばしば幾何学模様や、人や動物をかたどった図柄で飾られている。 それらの図柄はピーマンから取られた色を使い、白地に赤や黒で描かれている。円形ないしだ円形の母質の規模はまちまちで、最小のものだと直径は2.5メートルから3メートルといったところだが、最大規模の部屋だと直径は10メートルから12メートルほどにもなる。調査をした人類学者のマウリッシュプエルタとアルバロチャベスによれば、 僧霊は二段階で成り立っていたという。一段階目の埋葬は、個人的なもので、あまり深くない墓を作ることを含んでいる。泣き殻は生前ゆかりのあった品物や食べ物と共に、そこに安置される。二段階目の埋葬は、集団的なもので、より深い墓、つまり、地下埋葬所で行われる。 それらの母室の中からは遺骨の収められた統制の壺が発見されている。ティエラデントロ国立高校公園は1945年に設定されコロンビアの教育省の管轄になった。さらに1992年には国の関係会議の決定を踏まえ史跡にも指定された。現在はアイコンが責任を負っている。1936年以降、 ドイツ人考古学者、ゲオルク・ビュルクの助言の下で、セゴビアの丘の開かれた墓は竹や藁で覆われた。これは、ウロの侵入を防ぐものだったが、国立公園になった1945年に、金属製の構造物に置き換えられた。1970年代に、人類学者のマウリシオ・プエルタとアルバロ・チャベスはひどく、損壊していると判断した。 いくつかの墓の修復と清掃を行い、記念像についてもきれいにした。それ以降、様々な取り組みが行われている。例えば、湿度は壁画や建造物が傷む原因になるので、墓の内部の水が汲み出されるようになっている。また、建造物や壁画の補強、屋根の採工なども行われている。1995年に、サンアグスティンと共に、 世界遺産リストに登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。